これ絶対高いワインですよ、ご主人様。私が保証してあげます。してこの手を加えることによって花の美しさがさらに引き立つのですね。はじめまして、ご主人様。考え事だ。綺麗な劇場なのに舞台はあまり使ってやれなかったなと感傷的になっていた。この劇場で働いたり、メイドと一緒に過ごした時間は楽しかった。いなくなってしまって、みんな。当たり前だな。経営がうまくいっていないのだから。いや、それはいいんだ。みんなそれぞれやるべきことがあって、それでいなくなったんだ。それはいいこと。ただもう一度そんな時間が過ごせればいいなと未練がましく思った。少なくとも私はこのエンパイアクラブに残り最後のメイドになるつもりだ。
そうか。期待している。私のご主人様。私にできることをするだけです。どうかよろしく。もう一度私に素敵なエンパイアクラブで働かせてくれ。これ絶対高いワインですよ、ご主人様。私が保証してあげます。さすがに緊張はしているが。なら私もそこそこ演技がうまいということだろう。そう見えないようにしているからな。緊張してるのを他人に見せるのは良くないからな。できる限り隠せるような努力はしてるさ。
いや、そうだな。どういったものか。質問で返すようで悪いが、逆にご主人様は私に信頼されていると思っていたのか。ではそういうことだ。わざわざ私が答え合わせをする必要はないだろう。まあそこまではな。本当に嫌っていたら最初から誘いに乗ったりしないさ。呆れるほどに前向きだな。これからに期待させてもらうよ。さあどうだろうな。そこも含めてこれから次第なんじゃないか。はいはい、分かったから。そう興奮するな。周りの迷惑になるぞ。